は剣よりも強し。これには多くの権力者が同意する。違法にされた宗教冊子や革命家のマニフェストから検閲・粉書まで、言葉に社会秩序を覆す力があることは知られている。でも意外にも数字もまた危険視され禁止されたことがあるのだ。遠い祖先たちはタリーマークを使って数えていた。でも農耕生活や大勢での集団生活が始まると、それでは十分ではなくなった。数がより複雑になってタリーマークは使われなくなった。でも数の仕組みについて考えるようになった。紀元前600年のギリシャでは数学が発達した。数学者ピタゴラスとその学派は形、音楽、星に数のパターンを発見した。宇宙の謎の真相の鍵は数学が握っていたのだ。でもヒッパサスというピタゴラス派の人がある厄介なことを発見した。正方形の斜辺のような数はいくら小さくても、いかなる整数や分数でも表現することができないということだ。いわゆる無理数だ。これは完璧な宇宙であるピタゴラス定理への脅威とみなされた。当時世界は有理数や数値で表し得るとされていた。歴史家によると、ヒッパサスは発見を公にしたために追放され、言い伝えでは神への冒涜罪で歴史に追いやられた。無理数は哲学者の間に波紋を生じ、後にこの数学的な発見は政界や宗教界の権威者たちの注目も集めた。中世ヨーロッパはローマ数字を使用していたが、他の文化圏ではゼロの記号を含む1システムが発達していた。1システムがアラブからイタリアの海洋都市に伝わると、商人や銀行家たちはその利点を確信した。でも権威者たちは懐疑的だった。一般に馴染みのないヒンドゥーアラビア数字は簡単に鋳造・修正されると心配されたからだ。さらに貸金が懐疑的に見られていた時代にあって、ゼロの概念はマイナスや借金への扉を開いた。13世紀のフィレンツェではヒンドゥーアラビア数字が禁止された。人々はその有用性に気づいたものの、ゼロやマイナスは長い間物議を醸し続けた。マイナスは19世紀まで不合理的と拒否されてきた。3次や4次方程式にはゼロを使った方が簡単だったが、ジェロラモ・カルダーノのような数学者たちはゼロの使用を避けていた。現在でも別の理由で違法とされている数字がある。それは数字が象徴する内容が理由となっている。政府は革命日や対立する政治家や政党との関わりを象徴する数字の掲示を禁止している。他にも数字に含まれている情報のために違法とされる可能性のあるものがある。テキスト、画像、動画などの情報、つまり実行可能プログラムは数列に置き換えられる。しかしこれは著作権、占有物、国家機密など保護された情報も数字として表すことができるため、これらの数字の所有や公開は犯罪として扱われる可能性があるということを意味する。2001年 DVD の解読に使用できるコードが一つの大きな素数の形式で広く共有拡散された際には、この懸念が浮上した。大素数は不合理に思われるかもしれない。でも言葉と同じで数字も概念や情報を表現する手段の一つだ。計算やアルゴリズムがより密接に生活と関係する時代には、日々数学者のペンは剣よりも強しとなる。メートル法がどのように発明されたかを知りたいなら、このビデオを見てください。またはこのビデオで数体系の由来を確認しよう。そしてチャンネル登録をお願いします。